はい、皆さんこんにちは、もーもーチャンネルです。今日の動画はですね、定期的にね、私プラグラックとかをね結構ちょいちょい作ったりしているんですけれども、本日もフラグラックといいますか、サンゴを置くねラックみたいなものを制作いたしました。で、余ってるアクリルの端材でちょっとね工作をしたんですけれども、結構ね斬新な形に完成しておりまして、まあね、この後こう制作風景と実際ね置いてみた感じのね映像を見ていただくんですけれども、うわ超脱線とか思うかもしれませんが、これはね感性でございます。感性、そして個性でございます。まあね、感性個性をね生かしてね、皆さんマリンアクアをこんな感じで楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、楽しみ方は人それぞれですね。まあちょっとね広い気持ちでねご覧ください。どうぞ。はい、またまた何やらアクリルをねヘアアイロンで曲げております。結構ね端材が出るので、このいらないねアクリルを使ってやっていきます。そして細いアクリルもね何やらぐねんと曲げていきます。一体何ができるんでしょうか。はい、接着剤を塗ってねくっつけていくんですけれども、空気が入ってなかなかくっつかないんですが、なんかサンゴの模様みたいで綺麗じゃないですか。ふとねなんかサンゴの模様っぽくてね綺麗だなぁと思って眺めております。できた謎のラックがこちら。なんかこうぐねんぐねんですが、ちょっとねこれにこの角たちを、あとこのね豆プラグ、使い古しの豆プラグを再利用して角をまとめていきたいと思います。まずはプラグのね底を切りたい。よいしょ、切りたい。よいしょ、取れた。よいしょ、これすごい増えた。チビがいっぱいいる。私の丸のプラグと、はい、ここからはね倍速でご覧いただきます。どん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 ねこの謎のねラックといいますか土台にサンゴ、この角をねどん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 貼っつけていきます。もう適当ですね、適当に隙間を埋めていく感じでポン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 素早くねやってあげます。そしてねもう早く終わらせて早くね水槽に戻してあげようと思います。
早速出来上がった謎のラックをね、入会させました。こんな感じになっております。はい、とても斬新なラックになっておりますね。近未来的なね、謎のラックですね。まあちょっとね、斬新すぎたかなと思いますがね、まあ、ちょっと面白いなと思って、とりあえずこの状態で置いていこうと思います。大きいね、メイン海キノコをね、中央に持ってきて、このラックをね、キノコのあった場所に置きました。なんとも言えないなんとも言えない斬新な形でございますが、カクたちはね、ムチムチとプリプリと元気にしております。それでね、地面にね、小粒がね、どん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 増えてきてね、成長してますね。ありがたいことに小株がね、いっぱいできてきて、順調でございます。はい、こんな感じでした。皆さんもね、アクリルだったりね、まあ、100均で何かね、買ってきたものとかをね、ちょっと工夫したりしてね、こういうオリジナルのものを作るのも楽しいかもしれませんね。気になる方はやってみてください。そしてね、久々にコーラルレンズで撮影いたしました。こちらの映像をね、ご覧になってお別れいたしましょう。それでは、チャンネル登録、高評価、低評価、コメントリクエスト、何でもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。